さあ、ということで、まずはね、3階だよね。ここではないんだ。よし、行きましょう。あ、だいぶ埃っぽい部屋だな。でも、その分昔のものも置いてるかも。ありそうだね。なんだ、埃が入ってるだけか。あれ？でも少しだけお母さんの化粧品の匂いがするような。気のせいかな。なんだろう、布がかかってる。布を外す、一択。わ、すごい埃。白いドレス、花嫁衣装。あ、もしかしてお母さんの？綺麗。二人の結婚式で来たのかな？素敵だな。こっちもいけるね。埃と文房具か。普通の文房具だな。でも、お父さんとお母さんのだったりしないかな。わかんないか。これなんだろう。かなり古い小箱だな。鍵がついてるみたいだけど。肝心の鍵が見当たらないな。多分どっかから鍵を見つけてくんのかな？ってなると。中身は大量の古新聞か。あ、すごい。50年前の新聞がある。すごいな。なんだろう、お父さんにそういう趣味があったのかな。この部屋にあったのは鍵のない小箱とお母さんのドレスだけか。でもこれだけでも嬉しいな。お父さんとお母さんは結婚して私を産んでくれたんだもんね。二人は私を産んで幸せな人生だったのかな。なんだか不思議な気持ち。そうだ、スペアキーにはまだ地蔵室の鍵もある。そっちもちゃんと見に行ってみよう。そっちに鍵があったりしないですかね。さあ、では自動室って2階だっけ？ここ展示コーナーだよね。よし、行きましょう。自動室か。なんだか可愛い部屋だな。アザカン村の行事がまとめられた展示物が貼られている。ねえ、田植えとかお祭りとか結構いろいろあるんだな。でっかいクマさんいるね。お祭りは明日か、あそこの神社でするのかな。自由行動ありますかね、その辺で。ここに貼られているのは白黒で古いけどお祭りの写真かな。写真にはお祭りでの祈祷の様子が写っていた。お神様の祈りというタイトルが入ってる。お神様ね。この若い男の人の写真、神崎圭一郎って書いてる。じゃあこれおじいちゃんの若い頃の写真なのかな。だったらお父さんの名前の写真とかないかな。ありそうだよね。ここにはないみたい。年代もバラバラだな。あれ、下の方に何か注意書きがある。浅川村神社あり、一部お借りした写真です。落書き持ち出し禁止。もしかすると神社に行けばまだ写真があるのかな。お父さんたちのこともっと何か知れるかも。神社か。新たなヒントが、手がかりがあったね。児童向けの本が並んでる。古い手作りの絵本もあるんだ。森に行ってはいけないよ。読みますか。手作り絵本、森に行ってはいけないよ。村の森に入ってはいけないよ。
小鳥お化けは子供が好きだから一人で森に行けば食べられちゃうよ。もし一人ではなくても小鳥お化けは約束をしてくる。君も友達もみんな悲しくて苦しいことをしなければいけなくなるよ。だからお化けなんていないなんて思っちゃダメ。小鳥お化けは大切なものを食べてしまうよ。だから絶対森に入ってはいけないよ。おお。菅さん？菅って書いてあるね。これは効果がありそう。抜群ですね。これ管理人さんが子供の時に作ったのかな。不思議だけどこういうものってなんだか懐かしい気がする。私これくらいの子供の頃何してたんだろう。あんまり思い出せないや。そういえば管理人さんはいつからここに住んでるんだろう。お、あ、待って、スタンプあんじゃん。すげえ今更だけど、誰が来たのかな。普通に館内にあったんだ。押しましょう。やったー。ってなると神社の横んとこか。あと、お、光ってるね。青白く光る小石が入った小さな瓶が置いてある。それだけっぽいか。とりあえず一回行きますか。わかんない。あーちゃん、それ読めない。お、あーちゃん来てんのかな。あー、姉ちゃん。あーちゃん、どうしてここに。あのね、あーちゃんね、ね、そのね、なんだっけ。もしかして一人？お父さんは？あーちゃん一人で歩いてきたよ。そっか、一人で来ちゃったんだね。うん。そんでね、兄ちゃんの文字読めないの。あの、迷子なんだと思います。あーちゃん昨日もそうだったから。ねえねえ、遊ぼう。昨日約束したから。警察に連絡します。そうですね、家の人も心配しますもんね。ねえ、何して遊ぶの。あーちゃん、お迎えが来るまで少しの間ここで一緒に遊ぼうね。めっちゃハートマーク出てる。ねえ、そうなんだね。そんでね、あーちゃんどうしたの。こっちだ、こっちから声がする。声、外から声なんて聞こえないけど、行かなきゃ。あーちゃん待って、どこに行くの。わかった、お山の方だね。お山の方。うわぁ、何この岩、やばそう。何人も木登山の立ち入りは禁ずる。木登山なんて読むんだろう。いや、急がなきゃ。届かないよ、いけないよ。あーちゃん、姉ちゃん、勝手に出て行っちゃダメだよ。看板にも山には入ってはダメって書いてあったよ。危ないから帰ろう。
でもそこでアーチャーを呼んでるよ。そんな誰の声も聞こえないよ。でもほら、あそこにいるよ。何もないよ。さあ戻ろうね。やだ、だってアーチャーを呼んでるんだもん。ストップ、屋敷に戻るだけだから。やだよ。待てアーちゃん。アーちゃん、あー、すごそう。管理人さん。やだよ、話してよ。アーちゃん森に行きたかったの。さっきからずっとこう言ってて。でも森からは何も聞こえないし。それに、この山って立ち入り禁止なんですよね。危ないんじゃ。でも呼んでるんだよ。あのね。管理人さん？待ってください。え、行けちゃったりしません？さすがに行けないか。え、向こう行ったね。あとは、こういうところは大丈夫だよね。お、こんにちは。おい、なんでお前がアイコを連れてんだよ。まったく、今日は気持ちよく寝ていたのによ。なんだよ、なんでお前が怒ってんだよ。怒るのはこっちだっての。お前に連れられて泣きそうな娘見たら、普通怒っても仕方ねえだろ。やる気か？俺は負けねえかな。これだから昔から親のいないやつだよ。ちょっと落ち着いてください。こんなに小さい子が怖がって泣いてますよ。あーちゃん大丈夫だからね。母さんに会いたいよ。あゆこ。おい。え、ちょっと。管理人さん？あの、誤解はしないでください。管理人さんは迷子のあーちゃんを連れてきただけですから。あいこ、父ちゃん大きい声出してごめんよ。ねえお父さん、あの兄ちゃんも、お母さんいないの？あーちゃんと一緒？それは違うぞあいこ。あいつとお前は、ま、あいこ、いろいろ事情はあると思います。でも、もう少し言葉を選んであげてください。あいこ、もう帰ろう。ばあちゃんもあいこを探してるから。ばあちゃん、お家の人が心配してるよ。あーちゃん大丈夫かな？昨日といい、今日といい。何が起きてるんだろう？お母さんに会いたいか。私よりもっと小さい年齢だもの。きっとあーちゃんの方が寂しいよね。あーちゃんのことを望月巡査に連絡しとこう。念のため直接伝えに行った方がいいよね。直接行くんだ。よし、行きますか。の早速、あれは望月巡査の自転車だ。
もしかして神社にいるのかな。行ってみようか。乗っちゃう？乗っちゃう？望月がパトロールの時に乗ってる自転車だ。かなり掴み込まれてる。おお、なんかいっぱいいるね。めっちゃザワザワしてる。だから祭事場の石に朝にはなかった傷がついていたんだよ。それで祭りの準備をしてた誰かだろうって話になったんじゃ。そうじゃ、誰がやったか突き止めてやらんといかんのじゃ。あんまり熱くならないでくれよ。これだから年寄りはむやみに人を疑ってさ。で、消防団員の人はどうして怪我をしたんですか？変な犯人探しをされちゃたまんないからさ。誰がやったか俺たちで決めようってなったんだよ。そうしたら、とっくみえになっちゃって。それで誰か名乗り出たんですか？いや、誰も名乗り出るわけないじゃん。だから余計に、誰でもいいだろうって話になってさ。そりゃ無理でしょう、喧嘩になるわけだ。まったく、バカな若の連中じゃ、この森の恐ろしさ分かっとらん。おがみさんはもうおらんのじゃぞ。その上、岩にも傷が入ってしまうなんて恐ろしいことじゃ。桑原、桑原。喧嘩が起こっていたのかな。収まったようでよかったけど、ちょっと怖い雰囲気だったな。お、望月巡査、おお、君か。そうか、そんなことがあったのか。すまないな、すぐに資料館に行けなくて。てっきり俺はまた佐久間が何かやらかしたのかとばかり。あれ？ああ、でも菅君の通報はいつも無言電話だからな。でも閉館時間のこと以外での電話なんて珍しいと思っていたんだ。待てよ、通報が佐久間じゃなかったとすると、あいつどこに行ったんだ。佐久間ちゃんまたいないんですか？ああ、そうなんだよ。もし見かけたら声をかけてやってくれないか。はい、わかりました。心配だね。そうだ、今なら神社を調べられるかも。なんだ、神社を調べるのか。はい、実は家族の写真が神社にあるかもしれないんです。そうなのか、よかったじゃないか。けど今は少し殺気立ってるからよした方がいいな。それに本殿は鍵がかかってるぞ。え、そうなんですか、どうしよう。ここは神主がいないからな。村で交代に管理してるらしいんだが、今月の掃除当番は誰だろうな。俺も今どの村人が鍵を持ってるか知らないんだが、後で調べておこう。分かったら伝えるぞ。ありがとうございます。いいんですか、ありがとうございます。望月巡査も忙しいだろうし、私も村の人に聞いて回ろうかな。自由行動なんのかな。そういえば君、少し顔が明るくなったんじゃないか。そうですか。ああ、少しほっとしたよ。俺は今朝から怒った顔の大人たちの相手ばかりだ。大変ですなあ。もしかしたらね、神社の中にスタンプある可能性がありますよね。鍵？今月の当番誰だっけかな。とりあえずどんどん会話していった方が良さそうだね。鍵関連のことが、答えてくれる人がいるから。岩の上から下まで、マジか。それ怖いな。あれが降りてくる。数年前なんだ。その上、ついにバカな若者が石にひびを入れてしまったなんて。
いや、普通に怖いよな。話を聞く感じだと、あ、待って、持ってるマジか。気づいてよかったということで揃いました。ありがとうございます。楽しそうだけどスタンプの紐がボロボロになってる。さあ揃いました、ありがとうございます。このスタンプラリーをあざかわ湖の店に持っていけばプレゼントがもらえるだろう。よーし。でね、さっきの話なんだけど、人の力で入れたような日々じゃないみたいな感じなんだよね。鍵です。あんたそんなもん探してどうすんだい。とりあえず村行っちゃって良さそうだね。昨日はこんな傷なかったのに。トニーも確認もスタンプが揃って良かったです。よし、村に行こう。お、ポケベルですかね。びっくりした、ポケベル何してるの。あ、もしかして管理人さんからかな。資料館に戻って、何かあったのかな。ついでにお菓子買ってきてお菓子買ってきて。え、お菓子。意外なメッセージ送ってくるんだな。でもせっかく連絡くれたんだ、私もちゃんとメッセージ送り返そう。公衆電話はこっちだったよね。公衆電話が先かなってことは。いけないか。そっか。じゃあまた村入れそうなタイミングなのかな。よし、メッセージの返事は。まずは了解でしょ。あと聞いておくことは、甘い？辛い？硬い？柔らかい？和菓子？洋菓子？硬い？柔らかい？このメッセージを打ち返そう。よし、これで返事が来たらどんなお菓子がいいかわかるな。よしよし、これで村方面いけるかな。せっかくスタンプが集まったんだ。お、連絡が来ましたね。ポケベルの返事が来た。返信が来た。硬いの、硬いの。硬いお菓子か。おせんべいとか好きかな。でもとりあえず返事も来たし、これでいつでも商店にお菓子を買いに行ける。よしよし。あと鍵か。会話はどんどんしていった方がいいよねって考えると、やっぱ村でも。あんた釣り人として何も分かってないよ。どうしたどうした。だって浅川湖の主なんてそんなすげえもんいるわけねえだろ。ここにはせいぜい小さな船くらいしかいねえよ。本当なんだってば。少なくとも俺は見たことあるんだ。昔俺の偉大な師匠がこの場所で釣り上げたんだ。そんな証拠ないうさんくせえ話誰が信じるんだよ。たわごとはてめえ自身が大物を釣り上げてから言うんだな。いつも俺より大きい魚を釣ってるからって。いいさ、絶対に浅川湖の主を見せてやるからな。主様がいるのかな。でも俺どうも魚運がないんだよな。魚運とは。なあ、あんたも釣り仲間だよね。
あんたも浅川湖の主を釣り上げたら俺に教えてくれないか。え、主って何かって？そりゃあんたこの湖で一番大きい魚のことさ。誰も釣り上げられないような大きくて強い獲物を竿一本で釣り上げる。これ以上かっこいいことはないよ。釣り人のロマンさ。俺の釣りの師匠だって必死に竿一本で釣ったんだ。ガキの頃の話だけどさ、夏休みの宿題もせずに釣りに命をかけたんだ。でもそれを最初からそんな魚はいないなんて否定されちゃう話にならないよ。だからさ、主がいるって証明したいんだ。よろしく頼むよ。なぜか君には才能を感じるんだ。マジですか？ありがとうございます。浅川村の主釣りを頼まれてしまった。やった方がいいんですかね。ただ釣りチケットに限りがあるんだよね。お、ヤコキチ人形じゃないか。本当だ。毎回違うのかな。いや、ヤコキチさんですね。さあ、ということでスタンプラリー完成しました。初めてスタンプラリーが完成してるの見たわ。まさかこのスタンプラリーを一生懸命やる人がいるなんて。役場の思いつきが村の役に立つ場合もあるのね。でもあなたすごいわ。村を歩き回ってくれたのね。はい、これがプレゼントよ。ありがとうございます。釣りチケット。スタンプラリー結構楽しかったな。よかったよかった。どうすっかな。ちょっと釣りしてみる。あ、なんかでかいのいるね。あの影を見て判断すればいいのかなってことは。お、どうだどうだ。頑張る。どうだどうだどうだ。よーし、主様来た。ありがとうございます。やっぱお魚さんの影で判断すればいいんだ。オッケーオッケー。君すごいよ。その巨大魚こそ浅川湖の主だよ。マジかよ。マジでこんな大きい魚がいるなんてな。ほらどうだ、俺の言った通りだろ。確かにこれはすげえよ。俺もこの湖で真剣に釣りをすべきだったな。こんなすごい魚を先に釣られるのは悔しいな。そうだろうそうだろう。まあ、釣ったのしおりちゃんだけどね。なんでお前が自慢げにしてるんだよ。まあでもいて嬉しかったんだろうね、本当に。え、そりゃこの湖に主がいたことは認めてやるよ。でもさ、釣り上げたのはこの女の子だろ。確かに確かに。つまりこの勝負は引き分けだな。この子に負けないようお互いに釣りの腕を磨いていこうぜ。確かにこいつの言う通りだ。すごいのは主を釣った君だよ。君は本当に釣りの才能があるんだね。なんだか師匠を思い出すよ。師匠と君、憧れの釣り人が増えてしまったな。いつか俺たちも主を釣り上げてみせるよ。そうだ、やる気をくれたお礼にこれを受け取ってよ。釣りチケットありがとうございます。もらえるの釣りチケットなんだ。釣りのうさんたちやる気に満ち溢れていたな。よし、主は湖に返してあげよう。あ、次はあの方々ですかね、釣るのは。よーし、釣れてよかった。で、そうだ、魚図鑑見てみようか、ちょっと。
日本ではニジマスという美しい名前で親しまれている。さてと、では書店に置きますか。あとそうか、鍵か。あとそうだ、鍵だ。鍵持ってねえか。お、おやおや。何か井戸端会議的な。ねえ、今年の祭りの屋台のことなんだけど、どうしたの？今年のメインの屋台はもう決定したでしょ。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。